ズームズームスタジアム広島です。カープ対ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。カープの先発は右の薮田、ジャイアンツの先発は右のグライシンガー、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の薮田、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。まずは1回の表、トップバッターは坂本。背番号6。第9、インローの直球はボール。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、ボール、低め。第4球を投げた、空振り。第5球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、阿部交代、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番松本。第9、投げました、決まった、ストライク。少し迷ったか。1球目空振りから投げました、打ちました、レフト落下点、レフト方向へ持っていきましたが掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番小笠原。背番号、投げました、変化球ストライク、外角高め、バットが空を切りました。第2球投げました、インコースのボール左へ、ファールボール、追い込んでから。第3球を投げました、ボール。投げた、外れた、ボール。さあ、投球は5球目、投げた、ボール。投げた、打った、ショート前方のフライになりました。田中、余裕があります、取りました、これで3アウト。薮田、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。右のグライシンガー、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、カープ攻撃に入ります。先頭バッターは田中、投げた、カットボールはストライク、まずは見送りました。第2球決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球はボール。次は4球目、投げた、打った、レフトの左にボールが上がっている、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番菊池。第9、投げました、内角際どい球、ボール。さあ、次の投球、投げました、高めボール、抜けました。投球は3球目、投げました、高めカットボール、外れてボール。第4球を投げました、インロー空振り。ジャイアンツ、ここは引っ張りに警戒します。投げました、打った、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは3番丸。背番号9。第9、投げた、直球ストライク、アウトローへ。第2球見送ってボール。第3球を投げた、打ちました、ショート右横のフライになりました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。グライシンガー、無難な立ち上がりです。2回の表、ジャイアンツ攻撃に入ります。トップバッターはラミレス。第9、初球空振り、初球空振りから第2球投げた、アウトコース、ボール。投げた、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を
投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ラミレスナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、空振り、変化球にキレがあります。投球これから4球目、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、相澤落下点に入った、掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、見送ってストライク。第2球投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、打ちました。第5球投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、打球はそのまま伸びていく、見送った、ホームラン、先制ツーランホームラン、卓球は無情にもスタンドへ、失投だったでしょうか、完璧に捉えられました、素晴らしい一発をベンチも祝福。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは7番イ、第1球投げた、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番木村、第1球ストレートはボール、まずはインコース低め。第2球投げた、直球空振り。第3球を投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。2回の表が終わって2対0カープ、先制点を奪われています。2回の裏カープ攻撃に入ります。先頭バッターは鈴木、第1球投げました、初球は変化球に空振り、投球これから2球目、もう投球はこれから3球目、打った、ボテボテのファーストゴロ、一塁へ送る、グライシンガー取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、初球打ち流した、ファール、第2球ボール。第3球見送ってボール。さあ4球目、低めストレートは外れてボール。投げました、決まった、ストライク。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第6球を投げました、147キロ直球、空振り三振。バッターは6番エルドレッド、投げました、低め外れてボール。第2球投げた、低め際どいボール。投球はこれから3球目、空振り。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが、取って、これで3アウトチェンジ。カープ結局この回3人で攻撃が終わっています。2回が終了しまして2対0です。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーグライシンガー。第2球投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、高め、ボール球打った、ファールボール。第5球投げました、内角高め、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、カットボールはボール、まずはアウトロー。さあ次の投球投げました、高速シンカーはボール。
第3球を投げました。インハイ際どい球、ボール。さあ4球目打って出ます。エルドレッド掴んだ。エルドレッドベースを踏んでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番松本。第1打席はレフトフライに倒れています。1球目ストレート空振り、いきなり152キロ。第2球見送ってボール。第3球を投げた、ストレートはボール。第4球を投げた、空振り。さあ5球目インコース低め、見逃し三振。破った、最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって2対0です。3回の裏カープ攻撃に入ります。トップバッターは阿部。第9投げた、打ちました、初球打ち。しかしこれは打球に伸びがない、ファウルボール。第2球変化球はボール。第3球を投げた、ちょっと抜けました。第4球を投げた、ストライク。追い込んでから投げました、インコース引っ張って、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは8番相澤。第9投げました、ストライク。投球これから2球目、ボール、インコース高め。投球は3球目投げました、内角高め、直球は外れてボール。第4球を投げました、見送ってボール。次は5球目打ちました、破った、相澤。いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー薮田、初球バント、ピッチャーの左へ転がした、一塁はアウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ツーアウトランナー二塁に変わります。投球これから2球目、決まってストライク。第3球を投げました、低めのボール引っ掛けた、これは内野ゴロ。一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。二塁ランナー相澤残塁に終わりました。序盤終了しまして2対0です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは小笠原。第1打席は内野フライに倒れています。1球目空振りから投げた、低め、高速シンカー外れてボール。第3球を投げた、打った、左中間のフライ掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ラミレス。第9投げた、初球打ってきた、破った、ラミレスナイスバッティングです。バッターは5番カミ。第1打席はキャッチャーフライ、初球打ちました、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。4回の表が終わって2対0ジャイアンツ、この回の攻撃は0で終わっています。カープ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは菊池。第1打席はファールフライに倒れています。投げた、低めストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ボール高め。第3球外角、ボール。第4球を投げました、打ちました、ライト落下点に入りました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番丸。第1打席はショートフライに倒れています。第9投げました、ボール。
第2球投げました。インコース空振り。第3球打った。投球これから4球目。速球空振り三振。丸スイングアウトの三振。右バッターボックスには鈴木。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球打った。ショート左横のゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。グライシンガー、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。5回の表ジャイアンツ攻撃に入ります。トップバッターは阿部。投げました。決まってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。ボール。内角低め。さあ4球目、真ん中ストライク。カーブ、ここは引っ張りに警戒します。投球これから5球目。打ちました。ファール。第6球を投げた。ボール。第7球を投げた。外れてフォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第9投げた。ボール。第2球打ちました。ファーストの右、ゲッツーコースだ。セカンドフォースアウト、セーフ。ダブルプレーはなりません。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた。初球から打ってった。レフトへの当たり、掴みました。ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました。初球すっぽ抜きました。第2球投げました。外れた。ボール。投球はこれから3球目。打った。サード左、アウト。スリーアウトチェンジ。1塁ランナー残塁に終わりました。5回の表が終わって2対0です。5回の裏、2点を追いかけます。カープ攻撃に入ります。先頭バッターは松山。第2球、2球目空振り。投げました。ボール。ジャイアンツ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました。見送ってボール。第5球投げました。打ちました。ファースト左横のゴロ、アウト。グライシンガー取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた。初球ツーシーム空振り。第2球ストライク。追い込んで投げた。ボール。投げた。打ちました。さあ5球目、引っ張った。切れていきます。ファール。第6球を投げた。ボール。アウトコース高め。第7球を投げた。打った。あっと抜けた。エルドレッド、いいバッティングを見せました。バッターは7番阿部。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第2球投げました。ストレートはボール。第3球を投げました。決まった。ストライク。次は4球目、外の球空振り。さあ5球目、低め、外れてボール。第6球を投げました。ツーシーム、空振り三振。バッターは8番相澤。第9球投げました。初球空振り。第2球投げました。打ちました。1・2塁間、木村ボールを掴んだ。1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。グライシンガー、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。試合は後半6回に入ります。トップバッターは坂本。今日はサードフライとファーストゴロ。投げた。カープ、ここは引っ張りに警戒します。第2球
投げた、高め際どいボール。第3球を投げた、インコース、カットボール外れてボール。次は4球目、投げた、インコース低め、空振り。カープここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次は5球目、投げた、外角高め、際どい球、ボール。第6球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。第9投げました、打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは3番小笠原、今日はショートフライとレフトフライ、投げました、初球高速シンカー、空振り。第2球投げました、高速シンカーはボール、インローへ。投球はこれから3球目、直球ストライク、アウトコースへ、追い込んでいます。第4球はインハイ、ボール。次は5球目、投げました、打った、強い当たり、さらに伸びていく、取りました、これで3アウト。薮田3人でピシャリと抑えています。6回の表が終わって2対0です。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー薮田。第2球外角低め、見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール。さあ4球目、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。投球これから5球目、打ちました。第6球はツーシームはボール、インコース低め。第7球を投げた、打った、破った、追い込まれていますが粘ります。投げた、内角、変化球は外れてボール。投球これから9球目、打った、木村下がっていった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って田中、今日はレフトフライとファーストゴロ。第9投げた、外れた、ボール。第2球投げた、ボール、外角低め。第3球は打ちました、アルボール。第4球を投げました、打ちました、木村バックしていった、余裕があります、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番菊池、今日はファールフライとライトフライ。第9投げました、変化球はボール。第2球、2球目空振り。第3球を投げました、内角低め、ボール。次が4球目、投げました、ボール。さあ投球は5球目、投げました、決まった、ストライク。第6球を投げた、打ちました、一二塁間の打球、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。カープ三者凡退に倒れました。6回の裏が終わりまして2対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターはラミです。第9投げた、見送ってボール。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、空振り、タイミング合いません。投げた、4球目空振り。さあ投球は5球目、投げた、流し打ち、ファール。第6球を投げました、インコース高め、外れてボール。第7球を
投げました。打った、左中間へのフライですがヒット。ボールが点々と転がっている。ラミレス、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは5番亀井。今日はキャッチャーフライとセカンドへの併殺だ。さあ次の投球、ボール。第3球を投げました。空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んでから投げました。外れた、ボール。次は5球目、投げました。打った、流し打ち、切れていきます、ファール。第6球を投げた、見送ってボール。第7球を投げた、高めボール球打った、内野ゴロ、阿部取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げた、ボール。第2球低めの球、空振り。投球は3球目、投げた、打ちました。追い込んで投げた、打った、ファール。第5球投げました、打ちました、レフトへ上がった、レフトバック、ワンバウンド、ヒット。レフトからセカンドへ、ジャイアンツ1点入りました。3対0、阿部タイムリーツーベース。カープなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。矢部田降板、右のブレイシア、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げました、初球打ち引っ張った、ぐーんと伸びて右に切れました、ファール。ボール低め。第3球を投げました、膝元外れてボール。投げました、高めの球、空振り。投球これから5球目、ボール。さあ6球目投げました、打った、痛烈な当たり、抜けた、ナイスバッティングです。カープなおもピンチが続きます。決まってストライク、いきなり152キロ。第2球投げた、ツーシームはボール、アウトローへ。第3球は空振り。さあ4球目打ちました、ボテボテの当たりはファーストゴロ、タッチはアウト。カープなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。バッターはピッチャーグライシンガー、投げた、初球スラーバー空振り。初球空振りからストレートはボール。第3球は空振り、追い込んでから投げた、外れた、ボール。第5球投げた、打ちました。第6球を投げた、合わせたバッティング、スタンドに入りました、ファール。第7球を投げました、見送ってボール。投球8球目、ランナー自動的にスタート、甘く入ったんですがファール。第9球をランナー自動的にスタートします、三振。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは丸、今日はショートフライと三振。第9投げました、ボール。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球を投げました、ツーシーム見送ってストライク。投球これから4球目、打った、一二塁間への当たり、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番鈴木、今日はファーストゴロとショートゴロ。第9投げました、初球出てた、一塁送球、アウト。鈴木いい当たりでしたがセカンド正面、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番松山、今日
今日は三振とファーストゴロ。投げた、決まった、ストライク。第2球見送ってボール。第3球ツーシーム空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、インロー、ボール。投げた、打った。第6球は打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、見上げた、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。さあチームメイトからも祝福を受けます。先ほどのプレーです。バッターは6番エルドレッド、これが3度目のバッターボックス。初球はカットボール、空振り。第2球流し打ち、どうだ、ライトの右、ヒットになります。エルドレッド、いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。バッターは7番阿部、今日はファーストライナーと三振。第9球ボール。第2球投げた、ストレートはボール、内角へ。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、おっと打ちました、ピッチャー返し、抜けた、中継、阿部ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。フォークボール見送ってストライク。初球ストライクから、第2球直球低めボール。投球はこれから3球目ボール。第4球を投げました、打ちました。次は5球目投げました、打ちました、三遊間のゴロ。サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。7回の裏が終わりまして3対1、カープあと2点を追いかけます。ジャイアンツ、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは坂本、投げました、初球空振り。第2球低めギリギリいっぱい、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール、内角高め。第4球を投げた、打ちました。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、インコース低め、スラーブ外れてボール。第7球を投げた、内角低め、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは2番谷。第9投げた、スラーブ決まってストライク。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球を投げました、打った、これは内野へのフライだ、ピッチャー落下点に入りました、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番小笠原、投げました、打ちました、初球打ち、エルドレッド一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。ブレイシア、この回ピシャッと3人で抑えています。8回の表が終わって3対1です。オチ降板、マウンド上は山口、今日3番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第9ボール。第2球打ちました、スタンドに入りました、ファール。第3球はボール。第4球を投げました、打った。
第5球投げました。低め外れてボール。第6球は打ちました。ピッチャー返し抜けた。新井いいバッティングを見せました。打順はトップに帰って田中ボール。まずは低め。第2球投げた。インロー空振り。第3球は打ちました。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。ボール。さあ6球目投げた。打ちました。右中間へ持っていきましたがランナー一塁に戻ります。掴みました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第9投げた。変化球はアウトローへ。ボール。第2球投げました。2球目ストライク。投げました。外れた。ボール。第4球を投げました。チェンジアップはボール。低め。第5球投げました。アウトロー空振り。第6球を投げました。アウトコース高め。空振り三振。高めの変化球にやられました。バッターは3番丸。第9球1球目ストレート空振り。投球これから2球目スライダーボール外へ。第3球を投げた。見送ってボール。さあ4球目。4球目空振り。さあ投球は5球目流し打ち。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。カープファーストランナー残塁。8回の裏が終わりまして3対1です。ブレーシア降板。マウンド上ピッチャーは九里。最終回2点ビハインドの場面でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げた。初球スライダー空振り。第2球ボールがすっぽ抜けました。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。低め見送ってフォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。第9球初球引っ張った。打球はライト右へ。ファールボール。投球これから2球目打った。ファール。第3球を投げました。一つ外してボール。第4球を投げました。外れた。ボール。第5球投げました。これは引っ掛けた。これは内野ゴロ。二塁フォースアウト。セーフ。一塁はセーフ。ダブルプレーなりません。第9球スライダーボール。第2球投げました。アウトローを見送ってストライク。第3球を投げました。チェンジアップはストライク。追い込んでいます。次は4球目投げた。ボール。一塁牽制。一塁タッチセーフ。さあ5球目シュートはボール。第6球を投げた。アウトコース低め。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。まずは一塁牽制。タッチはセーフ。もう一回一塁へ牽制球。第1球ボール。まずは内角低め投げた。打ちました。いい当たり。ボールはライナーでセンターへ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。9回の表が終わって3対1です。山口降板。そして最後を締めるのはクルーン。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。第9投げた。初球を打ちました。フラフラッと上がった。ピッチャー落下点。取りました。
これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番松山、今日はホームランを打って初球を打った、三遊間へのゴロ、アウト。ここは意地を見せてほしい。バッターは6番エルドレッド、打ちました。第2球投げた、決まった、ストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。第3球は見送ってボール、投げました、スプリットはボール。第5球投げました、ボール。第6球は打ちました、フラフラっと上がった、クルー余裕があります、掴みました、ゲームセット。カープ2点差に届かず敗れました。